南伊豆町では、海上の安全と大量を祈る御元,元祭が、昨日うおごそかに行われました。伊豆半島の最南端、南伊豆町慰労崎にある慰労神社は、1300年余りの歴史を持つ南伊豆最古の神社です。この神社には、海上の安全や大量開運の神とされるいわれの御事が祀られています。 昨日行われた御元祭には、宇治湖の総代や地元区長ら関係者5人が参加し、官主の乗りとに続いて参加者が玉串を奉納しました。昨日は海上の風が強かったため、予定されていた漁船のパレードは中止となりましたが、神事を終えた宮司は岬の先端に立ち、船舶の安全な航海と大量を記念していました。